すごいね、普通にはだけそうになるな、この服。この服なんかね、ここがデロンデロンなんでな。いや、いいウォーミングアップね。あ、ここ汚いけど許してね。あの、なんかもう北斗七星の、なんか七つの傷みたいな扱いにして。嫌だなぁ、やっぱ。だから、クロマニオンズのね、T シャツ買ってもらったんですよ。買ってもらったって言いたくないけど、まあ、買ってもらったことには変わりないから言うけど、あの、ピッチピチなんで、ここギューってね、もう、あの、半首締めみたいな感じになるんですよね。半首締めって、アンチ首締めみたいじゃん。でもね、首締めアンチとアンチ首締めだったら、アンチ首締めの方がかっこいいよね、という、ね、タイトルではやる気はございませんけど、やっぱ動画をやる前にね、ツイキャスをやったらやる気が出る。ということで、今日はなんか、まほどさんとひかるさんの件ですね。あ、ちょっと夜なんで大きな声言えないんで、そう、静寂バージョンってことでね、よろしくお願いします。まあ、件見たけど、まあ仲直りして、まあなんで仲直りしたかっていうと、夏勝ちに行くためだよね。夏団結して協力していって、やっぱ夏盛り上げるために、まあ仲良くするっていうことだろうから、二人ともね。まあね、なんかソウのパロディだったらしいんだけど、俺ソウって映画見たことなくて、だからパロディってこともわかんなくてね。でもなんかメタプロパティ、なんかページのソースを見るので、ソウパロディとか書いて、え、ソウってなんだろうと思ったら、あ、映画なのかって。やっぱ俺ムチムチのムチなもんでね、うん、体ムチムチじゃねえぞ、パンパンだぞこれな。鉄の風船の異名を持つってね、ビッグマムじゃねえよ。まあね、ちょっとつまんないな。まあ、ということで、見たけど、なんつうんだろうな。なんか、しょうもないなとか、柴田さんが言ってたけど、まあね、しょうもないってなんだって、まあね。そんなにみんな怖いのかな、炎上って。まあ、怖いんだろうね。すごい謝ってたけどさ、なんでそんな謝んだよって。謝るの大好きかって思っちゃうよ、ね。でもなんか、上辺だけ謝っときゃいいと思うけどね、ぶっちゃけ。チャケブーね。うん、チャケブ、はあ、眠いな。だからこの動画撮ったらおしまいだって。すごいやる気ないね、動画撮ってるのに。で、まあ俺は光信者だから、なんか見てたけど、まあソウのパロディっていうのを言い訳にしてるみたいな。なんかそれでなんかね、パロディだと知らないし、殴ってやるよとか言ったけど、うん、単純に逆上した暴漢だからね。逆切れ暴漢ですから。やってることね、まほどさんの動画は。まあ、でもよく仲良くしてられるなって思うけどね。やばいでしょ。まあ、上っ面だけだろうけどね。上っ面だけ今回の炎上がそこそこ大きくなっちゃったから、めんどくせえから仲良くなったよっていう、上辺だけ仲良くなったって感じでしょ。あんだけ言われといてよく仲良くすんなって思っちゃうよね。うん。まあ、単純に今回の喧嘩はまほどさんがボロ負けだと思うけどね。うん、まあ光、まあ俺は光信者だからそうなっちゃうけど、え、そのね、光さんの応答とかじゃないんですよ。その光さんの動画じゃなくて、まほどさんの返しが喧嘩の試合を決めるもんだと思うけど、結局はなんかパロディに逃げてさ、俺はパロディに逃げたと思うよ。で、パロディに逃げて、それで結果的には一発ぶん殴ってやるから、みたいな。っていうのも、何それみたいな。そういう、ほんと逆切れしたヤンキー。だもん、なんか、すごい知能指数低いなって、俺が言うのもなんだけど、すごい頭悪いなと思って、うん。っていう動画の印象を受けた。見てらんなかったもん、最後まで。うん、なんか全部、だからなんか、俺は、この動画作る前に独り言でなんか言ってたんですよ。いつもリハーサル。だから逆上した暴漢かよとか言ったのもそのリハーサルボケの一つなんですけど、俺はそれを見て、なんか、って感じだと首をかしげる。明日切らないのバレちゃう。口が臭いのバレるの。いや、バレてもいいよ。バーチャル講習。世界一いらない機能だな。まあ、まあ、この喧嘩は真帆さんのボロ負けだと思うけど、まあなんかレペゼン地球がなんか変な火の粉をかぶっちゃってね。まあ多分あれで、なんか性的コンテンツでなんか危機オナホで、あの性的コンテンツ食らってね、ウェーってなっちゃってね、まあ過激すぎた結果っていうね、
それでなんか柴田さんも、おめでとうとか言ってもネタだけどさ、ムカつくよね、なんかあいつ。あんなにチャンネルバンされてさ、って泣いてたやつがさ、人のそういうのになると笑う。でも、まあ、それはね、まあ、柴田さんとしてのキャラとしてだろうけどね。うん。うん、まあ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 、でも内心絶対、よっしゃとしか思ってないだろうね。あの人。うん。ライバルが消えたら嬉しいみたいな。ヒカルさんはライバルが消えればいいと思ってるって言ってるけど、俺消えていいとは思ってない。全然。だって面白いんだよ、みんな。いや、面白くないな。俺はすごい傲慢だから、今んとこ一番面白いのは俺だから。成長し続けてるから。うん。うん、口汚いのバレんな。まあいいんだよ。あ、爪も汚いんだよな。うん。まあ眠いから、まあ適当に話すけど。まあ今回の喧嘩は真帆さんのボロ負けだったけど、まあ、結果的に仲直りしたから引き分けだよね。中分けっていうかさ。まあまあディズニー行ったりなんかするんだろうね。うん。うん、でもそんなことより TikTok 著作権どうなってんだろうね。音楽。ピッチ変えたりとかさ。ワニマ提供してんのかな。気持ちよくさせるから、みたいな。あれもしワニマがなんか作ってるとしたらむちゃくちゃ気持ち悪い曲だなと思って。いや、ワニマでなんかちょっと嫌いなんだろうね、俺ね。なんか心の底でなんか嫌いなんだろうけど。もしそんな曲があるとして気持ち悪いなーって思っちゃうね。うん。まあ俺 TikTok 好きじゃないんでね。うん。TikTok 好きじゃないってね、面白いやつがいなさすぎるんだよなー。まあ、成瀬もなんか、ねえ。成瀬アンチになりつつあるけどね。ひどいよね。あんだけね、あの、恩を技で返すようなね。まあまあ、成瀬さんの話いっぱいしたいけど、まあ多分俺、成瀬さんに嫌われたんですよ。でも嫌われた理由ってね、なんか簡単で俺、成瀬さんの、あの、リアルのイベント俺ね、2回遅刻してたんですよ。遅刻というかそもそも行ってなくて、なんか成瀬さんがイベントするよ、みたいなね。まあイベントじゃないけど、1回目は、なんか、あ、3回くらいだな。あの、今思い出した3回だ。3回もそれをね、無視してる。3回も行くって言っときながら行ってないから、多分それで成瀬さんが呆れたんだよ。うん。で、俺はそれでな、でもね、そもそもなんかまず、俺もまず、なんか嫌だなって思ったのは、成瀬さんの愚痴になるけど、成瀬さんと LINE 交換したんですけど、まあ、成瀬さん、本当は LINE 交換したくなかったらしいの。適当な LINE 出してきたから。だから俺の LINE こうやってバンって貼って、まあ、LINE やったんだけど、LINE で電話して、一緒になんか、時代変えてこいやみたいなこと話したんですけど、そしたらなんか多分ね、なんかね、親がなんかとか言って言い訳して切って、で、いつ電話できますかとか言ったら、まあ無視されて、既読無視で、はぁって、その時からかもうちょっとね、嫌な気持ちにはなったよね。都合のいい時だけさ、なんか、都合のいいっていう、っていうか、そういう時だけなんかやって、そう、ナースさん嫌いになったっていうかね、嫌いじゃないんだけどね、単純に俺はすごい理不尽な理由で人を嫌いになるから、嫌なやつだからさ、とは思ってないんだけどね。てか、まあ、数字では俺はナルセさん全然超えれてないけど、俺の中で、俺の主観ではナルセさんよりは俺の方が面白いって思ってるから、最初の時はどうだったかな、やばいなってきたけど、どんどん見ていくうちになんか、あ、俺の方が面白いなって、8ヶ月、8ヶ月経ってようやく気づいて、まあ8ヶ月、8ヶ月の中で進化して俺の方が面白くなったってだけで。うん。だからまあ今の目標になるせ超えたよね、普通に。チャンネル登録者。もう10万人は行きたいよ。あ、あと、なるせよりも先にヘキトラハウスとコラボしたい。で、そんななんか、ふーんみたいな感じでコラボしてやりたいな。ムカつくんで、俺、成瀬。これ、成瀬に見られるかもしれないけど、なんだろう、俺が勝手に嫌ってるだけかもしれないけど、まあ何が、最終的に、まあ多分、成瀬は単純に見てなかったんで、ツイキャスでね、初見ですって俺言ったんですよ。まあ初見ですってギャグかなって思ったら、あ、初見さんいらっしゃいって言われたから。ってなって、もうこいつも、あ、やるんだな、こいつ。もう全面清掃じゃんってなって。俺の戦力ねえけどな。でも、すごい成瀬さんにお世話になってるけど、結局ね、まあ
馬が合わなかったってわけでもないし、俺が格下だしね、そもそも相手にされなかっただけですから、うん、最終的にはやっぱね、うん、まあ成瀬は変わったな、チヤホヤされてさ、うん、面白い成瀬はねって言って、あと俺が腹立つのは夏だけ頑張ろうとするのも腹立つ、うん、いや毎日やればいいじゃん動画、なんで夏だけ力入れようとするのって俺は思う。なんか一本目の動画でなんか事故ってくれって俺は思ってるよね。夏だけ効率のいいところだけ力入れようとして、それはムカつくよね。まあそれもなんか違うんだけどね、結果論からすると違うけどさ、夏だけ頑張ろうって言って頑張れるわけないじゃん、そもそも。ずーっとやってきてよし夏だってできるし、まずそもそも夏になんか変なことしようとするのがおかしいしね。まあいいけどね、こけてくれとしか思ってないけど、なるせ今勢い乗ってるからね、うん、俺そんな勢い乗ってないけど、でもチャンネル登録者めちゃくちゃ増えた、うん、8人増えたことになってるからね。いででででかさぶたえぐってたら痛いな、うん、すごいなるせの悪口いっぱい言っちゃうもんね。でもあいつつまんなくなったもん、明らかに。あいつつまんなくなったし、俺が面白くなったし、すごい気持ち悪いな。夜だからね、節が滑るひどいな、あいつもってこれだもん、悲しくなっちゃうよな、急に俺の顔のズームがなったら。喜怒哀楽の愛じゃん、してえな、成瀬に面白さで悔しいもん、勝ちてルックスとかなんかもうぶっ壊して面白さだけで勝ちて、だから俺は尖っていきます。面白さで、そのなんだろうな、面白い尖り方っていうか、そういう口が悪い尖り方とかじゃなくて違う尖り方はね、いや面白いなその尖り方みたいな、ちょっとね、新たな尖り方を挑戦していくっていうかね、まあ僕パイオニアなんで、 YouTube のね、何かのパイオニア、何かしらのパイオニアだと思うんで、そりゃね人気にはなりませんよ。今種を作ってるところなんでね言い訳がすごいな。まあ夏本気出すかって言われてもわかんない、その時になんなきゃわかんないし、なんかでもこれからちょっとやっぱスタイル変えようかなと思うんだけど、やっぱ変えない。ストックはなんかやっぱみんなさ、ストックいっぱい一気に俺は23本とかだ、30本とか出すわけ、そしたらみんな泣いちゃうじゃん、シュンって、ねえそんな動画あんのにコメントできないよ、見れないよ、ファンやめようってなっちゃうじゃん。それでもいいと思うんですよね全然。でも俺はやっぱりね、なんでストックバンって出すか一つしかないんです、めんどくさいから、うん、一気に動画出した方が、でそんなちまちまやってらんないよ、なんでストックなんかやんなきゃダメなんだよ。排水の陣じゃないけどさ、余裕を作ってどうすんだよって話じゃん。
動画作ったら、なんそれをさ、毎日一個ずつやんなきゃダメなんだよって思うよね。生まれた日が同じなのになんか、なんかその用水に入っててねーって、はい一日ずらしで、はいはいみたいなことされるわけじゃん。赤ちゃん動画でね、赤ちゃんだってそうじゃん。もしお腹の中がね、もう異常に赤ちゃんが生まれて30つ後できたらな、1日ずらしでなんか人工用水から出されるみたいなさ、そんなされたら嫌じゃん。俺もバコーンってやってやるのがかっこいいと思ってるから、そうやってやります。ストックなんて作らねえ、おアホだから。だしね、もし俺のファンがね、もうなんかすごい寿命短いのに、もしね、あと2日で死んじゃうっていうのに、ストックをもし20本あって、1日1本やったらその人は2本しか見れないわけじゃん。でも2日で死んじゃうの、あと1日まだ余裕があるっていうところに20本動画全部ボンって出しちゃえばさ、うわ20本見れたってなるわけじゃん。でも見れない人地獄だけどね。ほんと1週間くらい動画出さないから、最新出ない人は結構地獄。それはしょうがない。ひどいね。多分なんか天国とかで見てください。多分俺の視聴者みんないい人ばっかなんでってね、視聴者を褒めるってやるとね、視聴者お金くれるんで、全然くれたことねえよ。スパチャやってねえから。スパチャやるにもチャンネル登録者1000人いるんだよな。あと口くせえな。口がくさい。あとで巨大プリン食おう。巨大なプリン、こんなプリンなんて、こんなで爪見せちゃったな。後で爪切ろう。爪切る動画も撮ろう。まあね、成瀬超えたいよね。悔しいもん、あんなやつに負けるって。すごいよね。だってこの動画で成瀬さんのファンもいるんですよ。いるのに堂々と成瀬超えたいなと思って。悔しいから、なんで俺があいつよりチャンネル登録者低いんだよってなるわけだから。まあ土俵が違うんだけどな、あいつの方が昔からバインとかやってたりするけど。でも俺の方が面白いからな。でもね、すごいムカつくんですよ。誰も俺のこと気にかけてくれないんですよ。だからもう見返してやりますよ。タカシーさんになって、俺がいるよって。若い YouTuber 俺だよって言ったのに無視しようかって。びっくりしちゃうよね。まあね、自分のやりたいようにやりますよ。YouTube？ まあ YouTube で一番、何しよっかな。電子講習ですね。あ、たかしだ。ダジャレ、それはおしゃれ。ダジャレ、それはおしゃれ。デレ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 
しい、くやくやしい、くやくやしいし、くやしい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 、くやくやしいし、くやしい、くやくやしいし、テスト、
ルルベルルベルベルルベルルベルベルルベルルベルベルルベ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 ンベ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 ンにっこりサムって動画ないのかな、ナルセさんのにっこりサム。にっこりサムねえな、にっこりサムはない。流れ玉消えてゆり、当たれば一頃さ、響け爆音の歌、当たれば一頃さ、突破口バンバン。Come on! Danganronpa to to do, Danganronpa to to do, Danganronpa to to do. Nagare damaki dare uchi, hakareba ichi koro sa, hibike bakuon no uta.たれば一頃さ、突破口バンバン、突破口、突破口。Alright, come on! Danganronpa to to do, Danganronpa to to do.すごいな。にっこりサムむちゃくちゃ人気だな。なんかいろんな人がさ、にっこりサムのアカウント言ってよ。すごいんだな、にっこりサム。見たいな、にっこりサムの動画。なんかないのかな、にっこりサム動画。あった、にっこりサムの動画あったぞ。ないって。誰か保存してないのかな、にっこりサム。